こんにちは、信号処理です。新しいマップの最初期の実験2回目をやってみます。前回と同じような方針でバスで城下町と街道を育てます。ランダムで選んだマップに対してガシガシ開発していきましょう。今回も動画は2倍速にしています。今回の最初の街は素敵な水辺の街です。まずは市内線を作ります。いきなりバス停の配置をミスしました。せっかくなので環状線にしてみます。道路も引いて街が拡大するのを誘います。いよいよ街道筋を作ります。この湖を大回りする感じ、楽しい。おっと、ここでくの字になる感じでしょうか。ちょっと悩みます。さらに、そのくの字の先に、マップ最大の街っぽいのがいます。それはさておき、湖の奥の街を、この辺りの中心地にします。で、やっぱりこっちをどう繋ぐか迷っています。結局、最初のメインに据える町と、湖の奥のサブの町とをつなぐ、くの字にすることに。なんとなく、初めから大きい町より、ちょっと田舎の町を育てたい。長い路線になりました。しかもくの字です。
さあ、マップ最大の町とつなぎます。このマップ最大の町、衛星都市っぽいのがいますね。かわいそうに市街地が合体して、しまいには町全体が地上げされることでしょう。なんとか守ってあげたい。マップ最大の町は、川があるために街道筋から隔てられていますね。やり方次第では、衛星都市の方が発展しちゃうかもしれません。さて、こちら側にも大きなループが作れます。いや、道路で繋がっています。しかし、反対側以上に、どこで系統を分けるかに迷います。AR で長い路線。北陸みたいに両側から伸びてかぶらせてみます。前回より路線数を多めでいきましょう。ああ、同じ道路を通るのに路線図では離れてしまいました。最後に残った町にもつなぎます。素敵な町並み。やはり前回より共有している区間が多いです。ついでに、路線数が半端なので、マップ最大の町発の路線も追加しておきます。市内線も前回より増やしていきます。せっかくなので、街が広がるように道路を作っちゃいます。一マスミスしました。
ミスしたついでに反対側にも広げてみましょう。せっかく市内線を作るのになんかもったいないので、ああダメだこりゃ。はい、最大都市にも作っちゃいましょう。ああ、もう、ボロボロ。なんか愛おしいところに飛び地があります、素晴らしい。さあ、できました。前回より路線数も倍近くです。果たして破産せずに済むのでしょうか。あれ、順調です。やはり市内線があって乗り換え地点になっているところがちゃんと拠点っぽく混雑しています。前回よりあっさり黒字っぽいので、バスの本数を増やしちゃいましょう。全然大丈夫そう。というわけで、これくらいの規模のマップで、バス停だけで抑えれば、やはり全然路線図だけは立派なものが、いきなり作れることがわかりました。今回も実プレイ時間で破産10分足らず、もっと攻めていけそうです。ご視聴ありがとうございました。